はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。KK でございます。ということで、今日もポケモン金銀やっていきましょう。ということで、今からエンジュシティに向かうんですが、その道中にたくさんトレーナーがいるんですけど、今まではちょっと全部のトレーナーのバトルを倍速やらして、見せてきたんですけど、さすがにね、その倍速してる時も、何の見どころもなかったらつまんねえだろうなと思って、今回から、本当に、見どころのないバトルはすべて、カットすることにします。レベル上がったり何か覚えたりとか、見どころのあるバトルはその都度、抜粋するっていう形にします。では、エンジュシティに向かっていきましょう。ピッコーン。あなたポケモンジムに行ってるの？私もそうなのよ。じゃあ一緒にバトルしようぜ。レベル17。ナイトヘッド、キティーラー。低数ダメージ、キティーラー。あー、やっとだ。伊藤博を忘れさせます。やっと低数ダメージ、毒針の毒状態からのナイトヘッドの低数ダメージ来ましたね。伊藤丸の時代やってきました。あら、あなた、アカネちゃんより強いんだ。動く木って知ってる？ゼニガミ浄炉で水をかけると襲いかかってくるんだけど、そんなにバッチ持ってるなら大丈夫そうね。これをもらうの忘れてました。ゼニガミ浄炉を手に入れました。これにより動く木が襲いかかってきます。ララララーラララー、たっぷりお水をあげるわよー。お、技マシン04。技マシン04。転がる。転がる。誰？覚えられねえんけい。はい、ということで、このエリアのトレーナー全部倒しました。結果ね、レベルが、まあ、こんな感じ、全員18になりまして、まあ、さっきカットした部分もあるんですけど、まあ、ズバッと、いとまるか。糸丸ちゃんがナイトヘッドを覚えたってぐらいですかね。それ以外は全く変わってませんね。そんな感じでございます。ということで、糸丸ちゃんがなかなかいい技を覚えたということでね、この先進んでいきたいと思います。では行きましょう。さあ、この先。そうだ、虫取り大会じゃん。今やってねえよな、多分。だよね、今やってないんで、虫取り大会やりません。ついでに言うと、虫取り大会でコンパンゲットできるんですけど、モルフォン使わないんで、使わないんでね、糸丸ちゃんが、毒虫タイプの特権を取ってるんで、できれば上等地方のポケモン優先してね、使っていきたいんで、モルフォンは今回使いません。この子から、先生の爪をもらいましょう。ありがとうございます。S が低いポケモンにも足したいと思います。今 S 低いポケモン多分ね、糸丸が一番 S 低いんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか？見てみましょう。糸丸ちゃんが17、ズバト32、アーボ30、40のゴースに、24のマダツポイント。明らか糸丸が遅いということで、糸丸に、僕のエースに、初代エースに先制の爪を持たせたいと思います。これたまに先制攻撃できるんでね。ということで、この虫取り公園にいる、トレーナーを全員倒していきたいと思います。じゃあ、カット。お、安沖。よ、安沖。どうした、安沖。うん。ポケモン勝負しねえよ。お前はハリーセンが大量発生したら電話するだけでいいんだよ。お前バトルなんて興味ねえんだよ。ハリーセンさせてよこせ。技マシン28。これあれじゃない？穴を掘るじゃなかったっけ？だよね、穴を掘るだよね。穴を掘る。穴掘り掘り、穴を掘る。これどうしよっかな。糸丸かアーボか。これアーボの方が後々いいかもしんねえんだよね。いや、どっちだろう、アーボか糸丸。ちょっと待って、悩む。ちょっと待ってよ。
この地面技ってね、とても有効だから、火力高い方に与えたいよね。34。30。ちょっとまだ、保留ということで、穴を掘るは保留です。はい、ということで、ここのトレーナーすべて倒し、まあ、こんな感じでございます。糸丸が19、それぐらいかね。あとはそこまでかばってません。穴を掘るを誰に覚えさせようかちょっと迷ってるんで、一応保留っていう形になりました。では、この先進んでいきましょう。もう今日はサクサクだよ。もう今日はサクッとビスケットのようなサクサク具合でいくよ。さあ、実のなる木、凍った木の実、手に入れましたね。じゃあ、ここも頑張っていきましょう。さあ、まず一人目のトレーナー。これなんか、ケイシー使ってくるんじゃなかったっけ？なので、ここは、ズバッとでいっか。君の考え、当ててみせる。あやぴか。これ、あやぴかのが命中率いいよな、確か。あやぴかにします。さあ、超音波を忘れ、あやぴか、結局、混乱ゲーにするっていうね。ユンゲラーかー、ユンゲラー勝てるかな。ケイシー、2匹は勝てたんですけど、ユンゲラーかー。いけ、オッケー、当てて、昼目、ユンゲラー。昼目、念力、今作一番相手にしたくないポケモンナンバーワン、一番相手にしたくないんですよ、このポケモン。とりあえず、アーボ来ます。そうなんだよ。今作一番相手にしたくねえんだよ、このポケモンが。頼む、耐えろ、アーボ耐えろ、オッケー。あっぷんねえな、マジでよ。ほんとによ。よし、勝負ねえ。やっぱユンゲラー強えわ。ふぅ、まあ。ということで、やってまいりました。一匹目の秘伝要因ちゃんです。さあ、頑張って捕まえていきましょう。いけ、モンスターボール。グラ、グレ、グレ、トゥトゥトゥ、トゥルルルル。まあ、余裕ですわ。いつも木のふりをしている。体の作りや植物より石や岩などに近いようだ。だから水をかけると嫌がるという感じね。お前のニックネーム、考えてなかったんで、どうしよう。とりあえず、秘伝1。あ、1、なんで、あ、そうか、数字ないんだ、これ。数字ないから、1。秘伝1です。今、なんか覚えねえかな。いやいぎるとか覚えな、秘伝1さんよ。あ、覚えないんだ。ゴミだな。はい、では、先進んでいきたいと思いまーす。さあ、この先は、お得な掲示板か、穴を掘るという技を使う、一瞬で入り口まで戻れます。知ってます。どっち行ったらいいんだ？あと左行くか？双子ちゃん。ピッコーン！カナと二人、力を合わせて頑張るです。危なかった。マジでやられるとこだった。さあ、エンジュシティに、到着と、来ました、エンジュシティ。まずは、誰やねん、お前。どけんかい、そこ。まさきは知ってんだよ。タイムカプセルの調整終わったとこやねんって。気分してんと俺ポケモンと交換できるやろ。それで昔の人も交換できるよ、タイムカプセル作られたんや。でもね、昔の人が知らんもんは送ることはできへんねん。パソコンがパンクしよるからな。そやからこっちで昔になかったもん外さなあかん。はっきり言うたら新しいポケモン新しい技はタイムカプセルでは通信効果できへんね。まあ、その辺調整すんだし、明日になったら全国のポケモンセンターでタイムカプセル使えるはずやで。ほら、親孝化に帰るわ。たまには親孝化せんとな。ほら、バイバイ。話長えんだよ。で、これで、今、バーチャルコンソールの、
赤、緑、ピカチュウバージョンだっけ、それと通信交換ができるといった感じになります。僕には関係ありません。では、まず探検と行きたいところなんですけど、まずね、行くとこ。まず、はじめに行くとこは、まあ、焼けた塔だよね。行きます。さ、焼けた塔には、あるポケモンと、ある人物、で、あるポケモンたちがいます。その三方に会いましょう。まずはどっちが先かな？あいつが先だと思うんで、アーボを先発にして、立ち向かいましょう。さあ、いました。ライバルのムクホークです。いやあ、ムクホーク、久しぶりだな。ちょっとは強くなりたくて、ここに眠るとやる伝説のポケモン探しに来た。そんな感じだな。だがそれは無理さ。伝説のポケモンは俺が捕まえる。なんだって、俺は最強のトレーナーになるからな。伝説のポケモンが似合うのさ。くっそ。それよりもお前、弱いくせにあちこちうろついて目覚まるなんて。弱いのはどっちだい？ヒバラタウンで負けたくせによ。かかってこいよ、ムクホーク。ボコボコにしてやるよ。ゴースト？20レベル？ありえねえんだよ。ゴーストはね、25で進化なんだよ。覚えとけ。野生のゴーストもいたか？レベル20の野生のゴーストもいたか？もしかしたら。それだったらいいなと思うけど。あ、やばい、呪い食らう。くっそ。呪い食らわずに倒そうと思ったのに。まあ、やられちまったな。まあ、仕方ない。効かねえから大丈夫、オッケーオッケー。で、この噛みつくで、ゴーストを突破。よし、540。スーパースイーツ。次なんで、コイル。コイルか、アナオホル覚えさせた方がよかったなこれは。どうしよっかなぁ。糸丸ちゃんのナイトヘッドかな。ここは。ここはもうナイトヘッドで、チクチク削っていくのが正解でしょう。さあ、ナイトヘッド。電気ショック。相手のが先か。やっぱ、糸丸おっせぇなぁ。うわ、急所だ。やってらんね。急所マジでやってらんねえなぁ。さあ、いいダメージだ。確定3発。いいね。美味しい水飲もう。水おいちー。電気ショック。さっきのが2倍ダメージがそんな効かないよね。オッケーオッケー。2回耐えるね、全然。いけるいける。いや、先生の爪発動しないよなぁ。次、うまいこと。さすがに発動しないよ、そんな簡単に。発動するんだったら、ここを突っ張りたいんですけど、どうせ発動しないんで、水飲みます。ここはちょっと水をお腹タップタップにしてまで、ちょっと経験値を分け与えたいんで。しっかりタップンタップンにしてからナイトヘッド。まあ、先生のためには発動しないと。まあ、仕方なしぶるということで。ナイトヘッドでコイル突破と。やはり鋼タイプが辛いですね。やっぱ穴を掘る早めに覚えさせた方がいいのかな、こうなると。やっぱり。で、ここでズバット。ズバットだったら、ズバット対決しようや。さあ、うちのズバット。お、お前のズバットは20レベか。奇遇だな。僕のズバットは20レベなんだ。まずはアヤピカ撃つぜ。おらおら、混乱事象で、自滅するがいい。はい、余裕。こっからは、スピードスター連打行きたいと思います。いいダメージだ。自傷プラス、オッケー、次スピードスターで倒せるね。やはり、うちのズバットの方が、自覚があったみたいだな。さあ、ラスト。アリゲーツ。これは、またつぼみで借ります。あー、そう、そう考えると、またつぼみずっと残しておきたい気分だな。そうだな、ずっと残しておきたいな、そう考えると、またつぼみ。このアリゲーツ対策で。いずれこの水タイプのポケモンは脅威になるからな。やっぱ草タイプ欲しいよな。そうなると。そう考えると、あ、でもそんな効かないな、釣るのもち。まあ、レベル4、4レベル差あるからな。しゃあないか、4レベル差あったら。4レベル差あったらこれぐらいのダメージがさすが抜群とはいえ。まあ、ずっと眠っときゃ、こっちダメージ食らわずに、アリゲーツ突破できるんで。あと一発。まあ、ここで起きたとしても、まあ、噛みつくぐらいしかないと思うんで、余裕ということでね。アリゲーツ突破と、やっぱ催眠は最強ってのが分かってるね。さあ、673、19レベル。
しびれ粉はいらないね。眠り粉が強すぎて、もういらないね。ムクホークさん、弱いっすね。お前、そんなもんか。弱いっすね。これだから弱いやつと戦うのは嫌なんだ。つい遊びすぎてしまう。言い訳ですか？ムクホークさん。お前なんかに伝説ポケモン捕まえられるわけないさ。捕まえたのか、一瞬で。一瞬で捕まえたるわ。さ、糸丸ちゃん回復して、で、ここで、あるポケモンを捕まえたいと思います。では、粘っていきましょう。まあ、ゴースを先頭にして、粘っていきまーす。来ました、一発で。この子ですよ。やっぱりこの子を捕まえないとね、始まらないんで。はい、余裕。はい、余裕でーす。薄い膜状の体には、ね、涙と咳と鼻水が止まらなくなるガスがいっぱい、最悪だな。すっげーガスだな。ニックネームはまだつけません。さあ、ドガース、なんじゃこのアイコン。なにこのアイコン。なにこのアイコン。貝？石？なんじゃこりゃ。ドガース。毒ガス体当たりスモック。こいつ転がる覚えない。ビータッケ。やっぱりこいつビータッケな。こいつ転がる覚えねえかな。覚えたらなかなか強化できるんですけど。覚えない？転がる。丸いじゃん、お前。お前丸いから覚えるっしょ？きたー。やっぱお前丸いから覚えるよな、やっぱり。そうだよな。やっぱ丸いから覚えるよな。待って、充電がない。はい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 。岩砕きをもらってくるの忘れたんで、とりあえず秘伝位置に覚えさせて、岩砕き使いたいと思います。忘れてたわ。普通に忘れてました。戦っていきましょう。燃え尽きた。真っ白になっちまったよ。じゃあマジで真っ白になってる。確かこういう仕様だっけか。さあ、同じ顔に見えるけど、エンテスイ君雷光です。トロトーン。さあ、三剣が逃げていった。ここなんかなかったっけ？金玉ゲット！スイ君の金玉か？エンテイの金玉か？もしくは雷光の金玉か？どの金玉なんだい？教えてくれよ。まあ、さっさと、この場から去りましょうか。ってことで、焼けた塔は攻略したということで、ここからは軽くエンジュシティを観光したいと思いまーす。さあ、おじさん。前回ほとりだけでポケモン達者。いつも挑戦してるが全く歯が立たない。オッケー。あ、これだな。戦えるんだっけ？もう戦えるんだっけ？ちょっと待って、セーブします。もう戦えるんだっけ？マイコ半島。どうだっけか？ここら辺の記憶曖昧。なんかリメイク版となんかすごいなんかごっちゃごちゃになってる。ここはアーボから行ってみるか。なんか左の人なんかサンダースの気がしたんで僕マラツモミで行きます。なんか左の人ってサンダースだったイメージがある。で、右の人がエーフィーあたりだった気がする。素敵なポケモンツール釣れた張りますね。腕前見させてくださいますか？言いにくいな、お前。京都弁のな、オクレア数とかなんとか度数へとか言わねえから、なんのこと。普通。ブースターやっちゃった！やっちゃった弱点じゃねえかよ。おい、どうする？どうする？どうする？アーボに行きます。アーボ交代。ウソッキーは絶対出せないんで、ウソッキー出した瞬間、縛り失格なんで、ダメです。完全に罰ゲーム決定になるんで。続きで、ひるませ続けます。やべえな、体当たり苦手な、やっぱブーちゃん火力高えな。ひるめねえか。まあ、ヒノコは特殊だからなんとかなりますね、とけい。
なんとかブーちゃんを突破していく。オッケー。人獣レベル。お強いドスナーだ。ドスナーとか舞妓さんしか絶対、舞妓さんしか言わないからな。ドスエ、ドスナーとか。普通の分内に収まればいいかなって感じなんですけど。いつも大事なポケモンと一緒に踊ってるんよ。もちろんポケモンも育ててるんよ。あ、ルンよ。ルン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 よ。サンダースかシャワーズだった気がする。エーフィ、全然違うやねんか。記憶ガバガバかよ。僕の記憶ガバガバかよ。やばくねえか、耐えろ。やっべ。ちょ待って。ちょっと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 待って。ズバチョフ、いや、ゴスチョフ、ゴスチョフ、ゴスチョフで、ゴスチョフで、ピララ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 ラ。714、22レベル。ということで、アーボが、アーボが、スロットでもらった景品が、とうとう、進化します。来たー！シャーボック。やっと進化したぜ、一匹。シャーボック、HP61。シャーボック、火力47、やーべえ。バケモンだ。バケモンが生まれた。さあ次、またつぼみ、戦闘にしたいと思います。やっと進化したぜ、あいつね。次は、サンダースの火力を入れてもらって、ボッコボコのメッセージをパチパチにしてやるよ。シャーボックの頭突き先手で動く。さすがだ。半分食らったヒルム。そしてラストの頭突き、やっぱり進化したら強い。レベル21。そしてまたつぼみはレベル21になると進化します。じゃあ、うつどん。さあ、ミルタンクをボコボコにした、まだつぼみも、進化し、また、強化されていきました。うつどん。51。攻撃力51。バケモンだわ。よーし。じゃあ、波乗りもらおっか。おじさん、波乗りちょうだい。ちょっとい、ありがとうございまーす。誰も波乗り覚えねえよな、こいつら。
こいつら誰か覚えたら笑うよ。さすがに。さすがに覚えたら笑うんだけど。覚えないよね、さすがに。覚えなわけがわかってるわけで。ってことで、あとはエンジュジムだけしか残ってないんで、残りのポケモンたち、ズバッと、ゴース、イトマル、こいつらも、レベルを上げて進化させていきたいと思います。では、カット。よし、ズバッと進化。長かったぜ。ようこそ、ゴルバチョフ。上都地方へ。やっと来た。やっとゴルバチョフ登場だ。よし、いとまる進化。来たぜ、エース爆弾。オーリアドス。やっと上都の、毒ポケモンが進化しました。やっと、もう、なげえよ、お前の進化。やっと、ゴーストだー。来たー。よっしゃー、やっと、ゴースト進化だー。はい、ということで、やってきました。通信交換の部屋でございます。僕にはね、友達がいるんで、ね、交換ができます。はい、行きましょう。早速ね、交換の方やっていきましょう。よし、準備中。はい、こちらも準備中、OK! ね、僕には友達がいるので、通信進化が可能でございます。さあ、お相手の名前ね、キキちゃんです。5歳の女の子です。キキちゃん。はーい、どうもキキ、5歳でーす。今日はケケくんと交換するよ。さあ、ゴーストを進化させてあげる。ありがとう、キキちゃん。僕のゴーストをゲンガーにしてくれよ。おかえり、ゲンガー。今日から、新たな旅へ、出発だ。さあ、これで、僕の毒統一パー、素晴らしい強化ができました。交換中止します。もう最高のパーティーができたね。今までにないぐらいの、最強のパーティーが、完成しました。皆さんに紹介したいと思います。まず、ゲンガー見ようか、ゲンガー。ゲンガー、来たー。高特高75。素早さ70。で、ゲンガーになったということで、僕はこの技を覚えさせたいと思います。まずは炎のパンチ。買っておきました。三色パンチ。しっかり買っておきました。ゲンガーが覚えます。実は三色パンチ、ゲンガー覚えるんです。舌で舐める。さようなら。よく頑張ってくれた。よくずっとね、ずーっとレベル25になるので、ずっとペロペロしてたからね。お疲れ。で、そして雷パンチ。行きましょう。雷パンチもゲンガーは覚えます。で、ここで、ナイトヘッドを消したいと思います。雷パンチ習得。で、冷凍パンチなんですけど、この冷凍パンチはまだ必要ないんですよね。ある時が、あるね、時が来れば、この冷凍パンチが必要になってくるんで、その時までね、大事に取っておきたいと思います。あと、シャドーボールと催眠術って感じで、あとのゲンガーの技コースはね、シャドーボ催眠、炎パン、神パンと、そういう技構成にしたいと思っています。ということで、相当強化されたんで、もうこれでね、次回は、エンジュシティのジムリーダー松葉さんを、ボッコボコにしたいと思います。ではまた次回の実況でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。